くわ。よっしゃ、シーバス来ました。やりました。まあ、サイズは小さいですよね。十分ですね。はい、早朝ですね。富山のゴロタ浜の早朝で上無に変えてね、2頭目で来ましたね。サイズは60ぐらいですね。はい、やりました。十分です。富山では十分です。はい、ではね、シーバスもリリースしちゃいたいと思います。はい、ありがとう。前日のね、前日の夜に結構雨降っとるんでね、潮は濁ってるんで、シーバス出るかなと思ったんですけどね、予想通りシーバス出ましたね。もうちょっとね、サイズが70、80ぐらいのあればね、持ち帰ってもよかったんですけど、60センチほどのシーバスなんでね、今回はやめときます。なんかまだ出るかもしれませんね。シーバスアングラーは2人いますね、周りに。あとエギングで1人ですね。あんまりみんな釣れてない感じですね。まあ、シーバスだったらもうちょっと早い時間の方がいいですね。あ、また潮が濁ってるんでね、ローライトなんで、まだチャンスはあると思うんですけどね。できれば青物釣りたいとこなんですけど、やっぱメタルジグ投げて気配なかったんで、シーバスに切り替えました。あわよくばね、ヒラメ釣りたいとこですけど、ここね、結構ヒラメもいるんでね、ただちょっと濁りが入ってきついんで、シーバスのがやっぱり確率高そうですけどね。はい、どんどん乱岸していきます。釣り人がみんな帰っちゃったんでね、ほぼ貸し切りになりました。珍しいです、こんな富山湾は。一応魚は入ってるんでね、逆にチャンスといえばチャンスです。おっしゃ、来ました。これはシーバスじゃないの？このマゴチかな？なんだろうなんだろう。とりあえずバレずに。なんだろう？ん？なんか変な動きだな。ちょっとわかんないですねこれ。ん？なんだ？あ、バレた。うっそー。シーバスっぽかったですね。うわー、やっちゃいましたね。いや、いますよ。います、います。しっかり魚入ってますよ。1時間でね、もう2倍としっかりした魚がかかっただけで、いや、十分ですよ、富山では。まあまあの手応えだったんでね、おそらくね、シーバスだったと思うんですけど、エラエラしなかったんで、ちょっとね、微妙ですけど。マゴチかシーバスどっちかですね。もう目の前まで魚影は見えたんで、ちょっとね、背中が茶色っぽかった感じはしますけど、シーバスかマゴチか微妙な引きだったんでね、いずれにしてもそんなに大きくないですね。いやー、目の前でバレちゃいましたね。はい、全然ダメですね。周りも釣れてないんで、これで、やめたいと思います。朝まじめの、ね、2時間でしたけどね、とりあえずシーバス釣れたんでね、まあよしとします。最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。